受けたところに赤のレッドマーカー、赤のマーカーをですね、このマーカーというのが、はい、砂袋におっぽが、長いおっぽがリボンみたいなのがついてるやつですね、ついてるんですけど、この赤のマーカーを透過します。はい、透過します。はい、そして次にタスク2、2つ目の競技なんですけども、同じくパイロットディクレアゴール、今度は、パイロットはもちろん、オブザーバーに。 So all together we have 4 tasks in one flight this morning. Okay, thank you. 競技に今日出られる70機の皆さんは、まあ、準備しておりますけど、オフィシャルのバルーンが飛んでいくときに飛び込む模様になっていて、そこに子供たちが描いたあのバルーンの絵でお花の模様を作ってあるんですよ。だからもう一度描いた、そう、近くまで見るとすごくまだ持っているおしゃれな、ねえねえ、パイロットとそういうこと言うなよ、間違えそうだろってやめてくれ、演技の悪いことはって思ってるかもしれない。あのそのぐらい競技をされている方は真剣です。そうなんです。あのこんなにね、のんびりと美しい感じに見えますけどね、あの競技をされている方は真剣に点数を競っていらっしゃるんですよ。そうなの、真剣にしてて、どっかぼーっとして間違うんですよね。空の上はね、ちょっとこう空気が薄いのかもしれない。はい、じゃあこれで全部オフィシャルのバルーンが立ち上がったかな。はい、ね、このオフィシャルね、魔法で撮る方も多いでしょうし、あとね、まあ、でも動画も多分すごくネットに上がると思う。動画撮る方もね、そう、ネットとか、ね、動画といえば、私たちがいる土手の向こう側、顔向こうにもたくさんの方々がシャッターチャンス狙っていますね。あの、あっちは川面が映り込むので、水面に映る気球も一緒に映すと。そうね、いう感じですね。それを今狙って、先ほどね、多分中国系の、女性2人、あっちの川の方に行くには、あのちゃんとほら通行手形、通行手形を持って渡らんとね。なんか、名取さん、ちょいちょい言葉が説明しない、手形ってなんだろうって、まあ、若い人は手形って、あ、通行手形って思い浮かびますね。あ、え、出らんかな。パスとか、なんか、あ私の方が英語する。英語やん。飛び立っております。エントリーナンバー
ボールが2つ、そしてジャッジデクレアドボールが2つという4つのタスクをこなすフライトです。一斉離陸をいたしました気球たち、まずパイロットたちが自分でここに行くと宣言をした場所に向かいます。さらにさらにジャッジデクレアドボールのタスクをこなすフライトです。一斉離陸をいたしました気球たち、まずパイロットたちが自分でここに行くと宣言をした場所に向かいます。さらにさらに